はい、皆さんこんにちは。今日はねこちら、前回とね同じようにマルチメーターマルチテスターですね、こちらの方をご紹介していきたいと思います。でメーカーはね、テスメンでいいのかな、テスメン様からご提供いただきました。ありがとうございます。でこちらね、私なぜかねテスターの案件が多いんですよね。1個やるとねまた次から次へとねこう来るんですが、これはね今回正直コスパはねものすごいいいと思ってます。かなり安い、激安です。でこれ Amazon でね相当売れてます。まあ私もねこのお仕事が来てからねちょっと Amazon のページとか見たんですが、とてもね売れてますこれで。何がいいかっていうとちょっと開けてみますね。はい、わかりますかね、これものすごいねちっちゃいんです。私が持ってるレーザー距離計、ボッシュのねレーザー距離計あるんですが、まあ、それと同じぐらいかな大きさ的に。私のこの iPhone ね、はい、iPhone よりもちっちゃいで、幅もね、はい、高さもちっちゃい、厚さだけねちょっとありますけれども、とてもちっちゃいんですよ、こんな感じで。ね、iPhone よりちっちゃいってね、これね初めて見たんですが、本当に大丈夫なのかなと思ったんですけども、まだね一回も動かしてませんので、ちょっとね今から電池を入れて動かしていきたいと思います。ちょっと説明書はね、軽くもう読んでますんで、ちょっと電池の方ね入れていきます。はい、でねこういう中国製の製品なんですけども、まあね当たり外れはね正直あると思うんですが、私が今まで紹介してきた他のねメーカーさんのブランドのテスターもあるんですが、正直ね外れだと思ったものはないです。十分っていうかね、むしろ日本のより使えるんじゃないかぐらいのね、もう使い勝手、あと機能がねとてもいいです。ライトがついてたりとかね、まあ、いろんな使い方ができます。でこれもね、ちゃんと電池もついてきてます。単4電池が2本ですね。はい、これがついてきてます。今電源が入りました。いいですね、電池はやっぱね一緒に同梱しててもらってねすぐ使えますんで。はい、でこれ電池を入れるとね、こちらカバーをねシリコンカバーみたいのがついてきてますんで、これをね、装着します。でこれがねあるおかげで多分ね、衝撃性、対衝撃性っていうのかな、結構ね守られると思います。こうガツンって音はしないですね。こうなんかラバーのこうガードみたいなねちゃんとした音がしますのでね、十分使えると思います。で、これね私びっくりしたのは、通常はねモード切り替えみたいのがついてるんですよ。ボルトとかねアンペアオームとかねついてるんですが、これないんですよ。で全てがオートモードになります。なので自分でレンジを合わせるんじゃなくて、もう初心者でもねもう使えます。もうこれね電池を入れた瞬間にもうオートモードなので、勝手にねテストリードのねこのプローブをどっかに当てると勝手にモードが選択されるということになってます。はい、でこっちがねバックライトですね。はい、ちょっとバックライトつけておきましょう。で長押しすると、はい、出ました、 LED。 これがね今中国製はもう標準なのかな、こういう LED とかね NCV とかねっていうのがついてます。 NCV はねここら辺ですね、 NCV の、センシングエリアとなってます。ここがねセンサーになってると思いますんで、 NCV でね非接触電圧検知っていうんですかね、まあコンセントとかそういうとこに当てるとね、ちょっとやってみましょうかね。はい、じゃあコンセントに当てます。はい、ここできました。これ結構ね感度いいんじゃないかな。はい、あ、なんかねものすごい感度がいい。今までねご紹介してきた NCV の中でねかなり優秀ですね、このセンサーは。今までのもねこう NCV のねこうセンサーの突起があったりして近づけるんですが、若干ねちょっと反応が悪かったりとかね正直する場合があるんですけども、これはねとてもね反応がいいですね。すぐに反応してくれます。ちゃんと H でね高圧のね電圧が来てますよってことでね、やってくれます。これはね優秀です。はい、じゃあ試しにね NCV は使いましたので、テストリードの方をね入れていきたいと思います。ちょっと今までのメーカーに比べるとテストリードが若干貧弱な、気はしますが、まあちゃんとキャップもついてますしね。まあ十分使えると思います。どっちかというとね、こう携帯に優れた
テスターですんで、まあこういう配線とかもね、まあ携帯線がいいようにね、ちょっと、まあ細めっていうか細めではないんだけども、まあ若干ちょっと小さめの感じがします。はい。それじゃあね、ちょっと試しにね、測っていきたいと思います。はい、じゃあ今回ね、ちょっと試しに測るのは、このブルーティーのね、ポータブル電源 AC200MAX、これをね、使ってやっていきたいと思います。で、ここにね、AC 出力がありますんで、AC を出力をオンにして、はい、じゃ今ね、コンセントがオンになりましたんで、これね、挿すとどういう風になるか、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとね、片手だからやりにくいんだけども、はい、いきます。H って何？ NCV あ、NCV モードを解除して、オートにしなきゃいけないんだね。はい。はい、出ました。102V ですね。はい、約 102V。ということで、電圧を検知します。まあもちろん今ね、電圧を測りたかったので、いいんですけれども、電圧を検知します。これはね、すごい。はい、ちゃんとね、102V 出ます。じゃあ試しにね、シガーライターやってみましょうかね。はい。これね、シガーライターの DC 出力もありますんで、今度ね、AC をオフにして、DC をオンにすると。はい、そうするとここがね、DC 出力、まあ車のシガーライターと一緒ですね。この出力ができますんで、ちょっとね、気をつけながらやってみます。ちょっと難しいね。はい、行きます。はい、見えますかね。13.62V っていう風になってます。DC です、ちゃんと。DC 表記で出ます。はい。なので、もう AC とかね、DC ももう勝手にね、判定して表示してくれます。もう一回やってみます。ちょっとね、これ持ちながらだとね、やりにくいけど、ちょっとね、やってみます。はい、DC13.65、13.7V ですね。はい、ちゃんとね、ここにね、DC っていう表示が出ます。で、もちろんね、先ほどみたいにコンセントをやると AC というふうに表示されます。もうこれね、とても優秀です。じゃあ次にね、何を測るかというと、これが測れるものが限られてますね、ちょっとね。で、ボルト。これが、電圧測定、交流直流ですね。で、あと、オームってあります。これはね、抵抗の測定と、その隣がこれ、導通の測定ですね。というふう、まあ、この4個だけ、まあ、正確には3つですね。ボルトと電圧と、電圧の測定と、あと、抵抗値の測定というふうになってます。なので、試しにこれを直接やると、0オームになりますね。はい。0オームになります。はい。今、電圧来てないのでね、勝手にオームの抵抗測定に切り替わります。じゃあ、試しに、ここにやってみます。これね、自作したコンセントになりますんで、これでね、試しにやってみます。どっちだ？こうだね。はい。ではね、来てない方にやるとね、はい、もちろん、何もね、ならないです。はい。で、来てる方にね、導通してる方にやってみます。まあ、ほぼね、0オームに近いですね。もちろんこれね、ただの線なので、0オームに近いです。はい。0.001kΩ。もうないと思います。多分ね、ほぼね、0オームです。でも、キロオーム表示なのかな？わかんないけど。キロオーム表示っていうのは、キロオーム表示だね。うん。ちょっとこのレンジがね、うん。今ね、導通 100% なんだけど、やっぱね、キロオーム表示になります。まあでもね、これで、まあ 0.000 なので、まあもうほぼ0オームっていう感じですね。はい。
うん、という感じでできます。ちゃんとね統通するとあの音もね無駄もなってくれますんで、まあ、これねどっちかというと初心者の方にね使いやすいかなと思います。で機能はねもう以上です。これだけなので至ってシンプルで、通常のテスターと比べて何がないかっていうと、まあ、皆さんお分かりの通り電流測定がないですね。はい。で前にねご紹介したこちらベンラブさんのテスター、まあ、これもね同じような通常のスタンダードモデルなんですが、まあ、こういったものですとこういうふうにねレンジが自分で切り替えできて、ボルトとねあとヘルツとかねオーム、あと抵抗ダイオード、あとヘルツ、あとアンペア、ミリアンペアというね、全部できます。これがあればまあ100点なんですけれども、実際に電流を測定する人が何人いるかっていうと多分そこまでいないと思います。私もね電流測定もちろんするんですけども、頻度的にはねこのボルトとか導通のオーム測定、抵抗の測定よりははるかに少ないです。なのでこれ1個持っとけばまず十分じゃないでしょうかね。家の電気来てるとか、例えば車とかね、バイクとかね、まあそういった整備される方ね、あと電気来てるかなとか、後付けでね電気を配線をね付け足したいとか、まあそういった方もね、大体ボルトと抵抗がね、揃ってればまず十分ですので、まあ、これでね金額が相当安いですので、この機能で、金額がね1805円でね今 Amazon で売られてます。まあ、今ね撮影時点ではね、6% オフで1699円税込みとなっておりますが、まあ、ものすごく安いですよね。これ1700円ぐらいでさこんなの買えるんですよ。日本じゃちょっと考えられないですね。で過去にねこれ1ヶ月間で1000点以上購入されてますとなってますので、相当ね皆さんが多分購入してると思います。1000点以上購入ってねすごいですね。うん、ただまあそれなりにやっぱり使いやすいっていうのと、まあ、携帯性にとても便利っていうことでね、まあ、ものすごくちっちゃいですしね、本当レーザー距離計とかね使ったことある方分かればもう本当そんな感じです。なので車に入れとくとかね、まあ、どっか出かけるときに持っていくとかね、あと工具箱に入れとくとかね、まあ、そういった場合ではねもうものすごく携帯性はいいかなと思います。はいはい、それではですね、今回はこちら、スマートデジタルマルチメーターということでテスメン様の、TM510 こちらのね、マルチテスターのねご紹介でした。ちゃんとね入れ物もついてますんで携帯はねバッチリです。はい、じゃあこちらの方はね、商品リンク概要欄の方に貼り付けしておきますので、よろしければ見ていただければと思います。ありがとうございました。